はい、雑談放送始まりました。はい、さあ始まりましたけども、はあ、まあなんといってもあれなんじゃないですか。先週行きましたね、僕たち。あれ先週か、そうか、もう先週、あ、そうか、そうですよ、東京ゲームショウ2015、初めての東京ゲームショウ行ってきましたね。どうさん初めて？初めてだった。あれ俺も初めて。おお、俺も初めて。あ、みんな、あれ、全員初めてだったの？全然、だからゲーマーでもなんでもなかったのかな。そうだね最新情報には疎い、うん、そうだねだから一緒に行った人たち、おにぎりくんとかさ、うん、がさ、最初その何、企業を、うん、目線というか何、企業目線で2日間やって、企業の方たちに向けてね、ビジネスデーってこと、ビジネスデーね、向けて一般が2日あるじゃん、うん、土日が一般 で、うん、でビジネス行って、うん、わ空いてるねなんて言ってたけどさ、うん、割と俺らからしてみたら、うん、混んでなかった、うん、混んでたよ、まあまあまあ、うん、それなりに一般を知らないからね、うん、そうだね、一般を知らないから。いやでも一般はすごいもんだったね。すごい、日じゃなかったね。まずさ、うん、待ち合わせたじゃん3人で、はいはい、結局、うん、かホームがもうてんやわんやだったでしょ。電車降りてから、うん、改札抜けるまでの時間のかかり具合がいや、ほんとすごいよね。異常でした、うん、なんだろうね、ね、電車も、行きの電車もすごかったし、うん、途中にディズニーランドがあるっていうのも、あ、ね、まあ、あるけど、ね、でもあそこの駅で降りた人みんなゲーム好きなんだよ、うん、まあね、そう思うとなんか面白いなと思ってさ、あ、この人たちみんなゲーム好きなんだなと思ってね、うん、でもなんか全然逆方向行ってる人もたちも多かったけどね。逆方向、うん、幕張メッセと、うん、全然違う真反対なんか会社があるのか分かんないけど、まあ、あの辺結構ビルが、うん、会社のビルが結構あったから、なんか偽ゲームショーやってたじゃないマジで、うん、メリット何それ、ゲームショーに入れなかった人がこっち、でも偽なんでしょ、偽何が出てんだろうな新しいのは多分出てないと思う、古いやつ、古いやつばっかだ、うん、いやだからね、すごくもう長くも感じたし、だから普通に行ったわけじゃなかったじゃん、インタビューとかさ、あー、はいはいはい、紹介、ね、一般として入ったわけじゃなくて、うん、遊びに行ったわけじゃないですね、うん、確かになんかそういうね、うん、まあ言い方が正しいのか分かんないけども、記者みたいな感じで、ね、そうだね、うん、まあお仕事としてちょっと行ってきましたね、うん、僕らはそれに関して初めてやったじゃん、俺も初めてああインタビューね、うん、インタビュー面白かったね、インタビューマジインタビューってこんなに難しいんだって思ったね、本当にマイクの場所とかね、全く入らないとかっていうのもあるし、そうね、ちゃんと事前に練習してたんでね、うん、でさあマイク向けた感じとかさ、うん、でマイクをこんだけ話したら声とんねえとかさ、うんうんうん、やってたからさ、それいざ本番やってみたら、うん、なんか案外声入ってるしさ、そうだね、案外入ってたし、案外そんな近づけなくても入ってるみたいな、うん、なんかね、なんだったんだじゃあ、あの練習はみたいな、いろいろでも勉強になったんじゃないですか、うん、いやまあなりましたよ、特にマイクの位置、ドンさんに関してはまあマイクの位置とかそのインタビューの仕方だよ ね、で俺はやっぱりあのビデオを撮ってたから、うん、映像を撮ってたから、うん、映像のその画角だったり、うん、なんか素材、うんうんうん、の喋ってる最中の素材とかっていうのも勉強になった、うん、なるほどね、テッドさんなんか勉強になった、俺はね立ちながらサインをするっていうことが勉強になった、あこの人ペン持ってたもんだって、はい、自分でね言い出したことだから、うん、そういつ言ってたの、ツイッターで、あツイッターで言ってたんだ、うん、朝に、うん、まあもしなんかさ、うん、もともと企画じゃないけどなんかこう、うん、東京ゲームショーうちらが行っててうちらに声かけてくれたらなんかあげるよみたいなことで、一般の日ね、うん、ね、うん、一般の日、そうそう、だからまあついでに本持ってきてくれたらサインしますって言って、うん、でもペンがなかったらことじゃん、うん、だから一応一気に買ってさ、買っといて、でもおかげさまでね何名か持ってきてくださって、結構いたよね、いや結構いましたよ、ありがたいです本当に、なんか全体的にまあ、うん、あって、そしたらまあこっちから渡すものが、うん、プレゼントみたいな感じでよく見つけてくれました的なものがあって、でまあ3人称チームとあと違うチームが2つに分かれて、3人称チームはなんだかんだで40人ほど、そんくらいいたか、そんくらい
声かけてくれて、うん、そのうちねサインくださいって Z さんに言ったの結構いたよね。結構いた結構いた、何人かいてくださって、うんうんうん、ありがたかった、うんうんうん、あれしかも意外と女性が多かったね。そうだね、うんうん、あとカップル、カップル、そう、うん、カップル、女性とカップル、うん、あれなんなん、あれはなんでしょうね、あれなんなんだろうね、あれ調子乗ってんだろう、あれはやっぱ見せびらかしに来たんですよ、見せびらかしだよね、うちあんなのね、うちらにこう私は彼します、うん、どうですか私の彼氏みたいな、まあ、僕彼女いますタイプかもしれないけど ね、 そうね、全員蹴飛ばしてやったよ、そうだね、全員ぶん殴ってやったねカップルで来たやつら全員蹴飛ばしてやった、うん、ほらっつって何にも言ってなかったじゃん君たち、てめえらには、まあほぼカップルであることすら触れてなかったじゃんてめえらには何もあげるよって言ってたよ言ってないでしょあと唾顔面にありがとうございますっつってたよ、にこやかに張り付いた笑顔で言ってましたよ、いや思ったよりカップルがね、いやそうあれあれね、あれはね正直羨ましいなと僕は、そうかね、だからカップルでさゲーム賞送るってことはお互いの趣味が一致してるってことでしょ、うん、そんなに素晴らしいことあるかい、ね、うん、俺もね来年は行きたい、カップルで、カップルで、カップルで、でもさ、うん、どちらかしか三人称のことを知らなくてさ、カップルで、うん、あいたっつって来た場合、うん、もう一方ってどういう気持ちなんだろう、でその場合は一人で来るだろう、うん、あでも人一カップルいたの、うん、知らねえ方が、女の子はすげえ興奮してるんだけど、いた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 、男の方はめちゃめちゃ冷めてた、うん、なんかいた、なんですかね、うん、みたいなね、そうなんか、うん、むしろお前どうしたみたいな感じの、そうマジ、うん、俺男性がひざまずいて握手を求めてきたから、うん、俺もひざまずいて握手した時はあったけど、ね、あのカップルなんかすごい微笑ましかったね、うん、なんか、うんうん、いい感じだった、よかった、うん、いい感じだなと思って、いい感じだけど腹立つ ね、 ね、だからひざまずいた時にいい感じだからこそ腹立つ、うんうん、一回入れてやった、そうだね、蹴り飛ばしてやった顔面をそうですか、やっちゃうよね、うんうん、でも一番最初にさ話しかけてくれた人はさ、うんうん、男性でさ、男性だったね、うん、そうだね、うん、俺すげえ嬉しかった、あれはね嬉しかったよ、一番最初だったしね、歩いてる最中だって、うん、これ来ねえんじゃねえかみたいなさ、うんね、ちょっとなんか言ってた、一応まああざといけど、うん、ツイートはしてたの、ここにいるよっていう、うん、今ここです、今ここですとは言わなかったんだけど、うんうんうん、でもそれでなんか探してくれ、探し回ってくれたみたいな人もいてさ、うん、ツイート見てあの辺かっつって来ましたみたいな、一回さ、うん、YouTube で2ブロが終わった後にすごい勢いで来たじゃん、うん、やっぱなんか2ブロ見てる人で三人称を知ってる人っていうのがまあありがたいことに結構いて、流れであれみたいな感じでなって、そうだね、ちょっとさ 5,6 人にがなんか見てるみたいな状態の時に全く知らない人が横からちょっとこっち見て、え誰みたいなのを言ってたのを僕は聞き逃すことなく、いやまあそりゃそうでしょ、そうだね、そういう顔してる人たちね割といっぱいいたよ、基本的にだってうちらなんて誰だよね、うん、誰なの、だってまずペイさんがカメラ持って俺を撮ってさ、俺はマイク持ってなんかやってんじゃん、うん、その時点でかなり見てる人いっぱいいたからね、いました、うん、意味わかんないよね、テレビみたいな、うん、意味わかんないと思う、うん、ゲームするって何？ゲームする？まあでもだからそんな僕らでも見つけてくださってね、うん、声かけてくれて、ね、ありがたいことですよ、よかった、なんか来場者、総来場者数は、うん、去年よりは上だったと、ああそうなんだ、なんか2番、歴代2位っていうのはどこで見たの、うんうん、だからそんなに、まあその中の1日だけど、うん、かなり人いた中で、うん、見つけてくれて、あとね見つけれなかったっていう人も、そう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 、ツイッターで言ってくれた、会いたかったですみたいな、うんうん、まあね、あと日曜に行った人、ああそれは行ったかもしれない、土曜に行ったんだけど、うん、そうね、日曜行った人は会えないから、うん、うちは行ってないから、うん、うん、俺は本当に泥のように寝たな日曜日、いや疲れたね、疲れた疲れましたね、俺ああいうイベントってあんまり行ったことなくてさ、基本的にだって人混み嫌いでしょ、人混みは酔っちゃう、うんうん、だから本当に腹全員殴って
そうね、道飽きてたけど、うん、さっきからちょいちょいさ、その入れ込んでくる誰かに暴力を振るった嘘は何なの自分を悪くしたい、うん、ちょっと意味がわからないけど、悪ぶりたいんでしょうね、簡単に何人かはいけるから、うん、あ、本当に殺すことができる怖っ、好きにしてくれよいやでも本当にね、うん、ためになりました。いや、めちゃめちゃためになりましたね。どうなの実際、ゲームいっぱいあったけどさ、うん、ほとんど遊べなかったじゃん。うんうんうん、うん、どうなの、でもなんか、あ、こんなのすげえなーとかさ、そういうのはあんまなかった。こういうのすげえな、あ、ゲームこれ出るんだなとか、まあ出るんだなっていうか、うん、なんだろうね、まあやっぱり気になったのは、うん、あのヘッドマウントディスプレイの、そうだね、あれね、それかなり気になったね、ちょっと触ってみたかったな、うん、あれでまあリアル体験ができるような、それはすごいよね、やってみたいね、うん、ちょっとあれは気になるね、うん、そう、新しいタイプのものだから、あれをつけて、うん、なんかあのサマーレッスンっていう、あ、女の子のゲームがあるんですよ、部屋に行くやつだね、そう、うん、あれをぜひやりたいですね。何のレッスンができるんだろうね、そりゃだって夏だよ、夏だっていっぱいあるでしょ、汗ばむわけじゃん、そうだね、バムよバム、うん、バムから俺バムれる、うん、バンダ服をバムってバムるでバムバムしてしまえばいいな、バンダ手で、うん、だそれができる時代がとうとう来てしまう、すぐそこまで来てるんだなっていう、あれはまずいね、もう家から出なくていいよね、そうだね、うんうん、だからあとはだから、うん、温度とかも来てくれればね、ああそうだね、まあ、自分で一応暖房冷房いけるけど、温度感触、感触ね、な手につけるやつとかもあるわけでしょ、 あったでしょ、手のその感覚というかを再現できる、うんうん、ああものも出展されてて、うん、あとは、うん、全身スーツみたいなので触られる感触だよね、あ、肩とかポンってやられる感触とか、すごいね、ほらそこまでできたら、うん、あれだよね、人間下手すりゃ絶滅するよね、そうだね、するね、うん、みんなコードに繋がってる、みんなバーチャルセックスですよ、うん、セックスまではまだセックス、いやでもだって近いんじゃない、パソコンに繋ぐあれだよ、うん、あのあれがあるんだよ、パソコンに繋いで、うん、それそのパソコンの画面で行われてることが、うん、実際、うん、あの下腹部のちょっと下らへんで行われるものがあるらしいですよ。何それ。だからそれが組み合わさればってことだね。うん、だからその技術が、うん、全体的に組み合わせたらもう最終的にはやっぱエロに。でもそうするとさ、やっぱレーティング問題が出てくるわけじゃない。R15、18。そうするとやっぱあれじゃない、はいはい、手に入れられないっていうのでさ、そうだね、子供たちは裏ルートを探そうとするわけでしょ、するでしょうね、うん、でそこで大儲けで、そうすると今度ちょっと安物のとかが出てきちゃって、出てくるね、なんか本当の手とかね、うん、本当の手、うん、本当の手で、ね、牛の乳搾りのようにやばいねそれ、うん、変えちゃうのそれそ、ね、まあそういう世界が、うん、そのうちね、もう近いですよ、いや近いね、やってくる、うん、これは本当に近いですよ、うん、まあ、楽しみだな、東京ゲームショウは本当、まあ、人は多かったにせよ、うん、楽しかった、そうだね、やっぱなんだろうな、本当それ好きな人たちが集まって、うんうん、好きなものを見るっていうかさ、あれ不思議だよね、この前のさ映画の話じゃないけどさ、うん、ね、あのゲーム実況者がさ前に出てさ、うん、ゲームしてるわけじゃない、うん、それをでかいスクリーンに見てんだよみんなは、うんうん、立ちも立ちで、うん、不思議だよね、ツーブロ見た、見たよ、見てたよ、バカだよね、ブースから溢れてたもんね、そう、あれだよ、見てる人たちがじゃなくてだよ、ツーブロが、ツーブロが、うん、溢れてた、うん、バカ溢れてた、バカ、え、何、どういうこと、ツーブロがすげえ悪口しか言ってないけどいい意味のバカだよ、うんうん、こんなに集めれるの、あ、人をね、そうそう、すごいよやはり俺らは、ちょっと感動しちゃった、いや俺も感動したよ、 あれはね感動した、しかもさ、うん、まあメタルギアやっててさ、うん、メタルギアのそのなんていうの、ゲームの進め方というか進まり方、うん、もうすげえ面白かったじゃん、ゲームの進まり方、進行具合、進行具合、イベントでちゃんと戦ってるんだよね、そう、うん、ちゃんとなってる、うん、
なんか自由にやってる、まあ多分あの二人も自由にはやってるんだろうけど、ちゃんとやっぱあのところで考えてこうやったらこうなるんだなっていうのが、まあそうだろうね、なんかねちょっと見えた、まあ合うんだよね、だからね、 ね兄弟ですから、ここで今これやったら面白いとかでさ、やるでしょうね。今だと、まあ、ニコニコだとコメントで W とか出るけど、うん、リアルタイムでさ、うん、パッて戦って、うん、であそこで笑いが起きるとかさ、起きてるね、うん、あれすごいよね、歓声が起きるっていうのを見ちゃったら、うん、感動するよね、あれは、あれすげえなと思って、うん、あれはすごいですよ、あれは一つのまた、まあ、違った形ムーブメントが起きたね、時に起こすよ、うん、俺も来るかなと思ったんだけど、うん、時に起こせよ来たか、そうだね、がっかりさせない、やっぱり期待に応えてきた、うん、そうですか、はい、知ってる人も下すると、うん、懐かしすぎて少ない、少ない可能性があるな、あそこにやっぱ追いついたんだね、やっと追いついた、うん、あの曲にね、うん、ムーブメント哲也小室に、うん、そうだね、追いついたやっと時代がね、うん、いやでも本当にあれは一つのまた違った形なんじゃないかな、うん、そうだね、なんかねちょっと違った感じだったね、なんだろうな、ライブなんだけど、うん、ライブなんか変な感じのライブ、うんうん、でもあの、うん、どうぞ、あ、うんうん、あれだよね、うちらはさ、うん、割と初めてに近い感じで見たけど、うん、普通の人だ、もうよく見てる人たち、うんは結構ああいうところに足運んでるから、あれが当たり前になってる可能性あるよね、まあ、イベント、うん、イベントごと結構もう、まあ、他の実況者さんのイベントとかってもう、うん、そうだ ね、うん、ね割と自然になって、まあ、要はゲームセンター CX のさ、うんうん、あのなんかライブでやるやつとかもそういうことでしょ、まあ一体感、うん、そうだ ね、 みんなで見て応援するとか、うん、だってなんか埼玉かなんかでやってなかったっけ、スーパーアリーナだっけ、アリーナでなんかやってた ね、 なんかやってたよね、東海議とか、うんね、ニコニコだと党会議とか超会議、うん、もう全部生だもんね、そう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 、そうでもさ生でさ頑張るのって大変だよね、大変だよ、うん、この前ね痛い目見たからね、うん、そうだね、なんかあったっけ、うん、RTA の話、あああRTA の話してんだろうがよ、はいはいはい、今なるほどね、そこがやっぱり、まあ、言われる生主力、うんうん、そうですねだよね、俺は持ってたの持ってなかったの、いやある意味持ってたね、うんうん、でも、まあ、本当にへこんでたりしてたから、まあ そうだね、そこはそれがいいんでしょ、うん、そこが反省すべき点です、 そうだ、ね、そこを面白くできるのがやっぱりあのステージを一つ超えた、ね、はいはい、しゃくれてんじゃねえ、はい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 、さあそんなわけでね、はい、TGS も終わって、うんうん、どう、それ以外なんかある最近、まあ今後、まあ僕たちはああいう舞台に立つことがあるんでしょうか。まあ来年はあれじゃない？立ってます？うん、まあやっぱり11時からニョロニョロブース、あーその後、12時に何々ブース、ああもう、うん、で13時、すごいね、詰まりすぎじゃない、すごいねスケジュール、それ多分組んだ人バカだよ、アホだね、でやっぱ13時半から、うん、呼ばれてるね、何々ブース30分刻みできたよ、そうそういうことだと思うよ、だから、ね、もしかしたら、うん、レポーターではなく、あ、うん、演者としてね、まあ想像はできてない。いや全く想像できないよね。そうだね。うん、いやそのツーブロを見てて思ったんですよ。やっぱね、彼らぐらいにならないと、そうならないとダメですよね。あれーと思って、これ俺らもし俺らだったとしたらって考えたのに全然想像つかなかったもん。うん、まずガラガラ。ね、うん。ガラガラだろうなと思って。本当あれだよね。バンドのさ。うん、ライブと一緒だよね、ライブハウスでほんとそうやるバンドだったね、あれはね、うん、言ったらあそこはそうだね、1日ったらね、うん、
俺はね、どちらかというと、まあ、ライブもあったんだけど、演劇っぽいなってちょっと思ったんだよね。チネチッタじゃないよね。ラチッタだった。ちょっとその話はどうでもいいんだよ。俺が今、違う話してるんだよ。ラチッタだよね。ラチッタ。川崎、チネチッタは映画館だから。なんで今、チンチン揉んだの？違うよ、ドンさん。クラブチッタだった。それだ、クラブチッタ。うん、あれは、そう。ちょっと今ね、チンチン揉まれてて。何？チンチン揉まれて、ちょっと今、一瞬お前さ、思考が停止した。お前、チンチン揉まれて、うん、左手に持ってるタオルでなんでチンチン拭いたの？その、うん、出してるかと思われちゃうから、うん、ズボンの上から履いてますね、うん、ズボンちゃんと履いてる、うん、ね、あれずいぶん今日はケミカルウォッシュな。そうだね、ジーパン履いて、うん、今日はケミカルに行きました、うんうん、今日は青攻めで。ほんとだ、今日は全身青で行きました。あ、お前今チンチンちょんってしたの？何の話してたんだっけ？チンチンお前、まあ、もういいですよ、うん、ええ、そんな感じですかね、うん、はい。まあね、また機会があれば。まあそうですね、イベントなんか今後増えるんでしょうかね。いやー、どうでしょう、ね、増えはしないけど、まあ大きいのはちょこちょこいろいろね、うん、まあ見に行ったりとかね。そうだね、見に行くことは多くなるかもしれないね。そうだね、見に行くのは自由でしょ、うん、だから別にその辺でやればやっぱいろいろ勉強になるからね、ね、ああいうところに行くと。やっぱいろいろ行くべきだよ。そうだね、まあそうだね。そんなわけで、うん、僕らの TGS は、うん、まあそんな感じでしたと、うん、終わりました、うん、はい。メールです。メールです。どうしようかな、まあ、いくつか来てます。まず、前回の、メールの、雑談放送の反応に対する、まあ、反響じゃないけど、おい、僕はこうですみたいな。どうした？コーラル三男性の方、お三方こんにちは。なんちゃ、第78回雑談の捨てられないものの話の時に伊藤さんのおばあちゃんが作ってくれた枕のペロペロみたいなものに服の組織こう表示なんていうの、このタグね、タグ、うん、小さなタグは、僕はペロペロするのが好きです。小さい頃からその感触が好きで、僕はチュルチュルと呼んでいました。だって、なるほどね、罪知らねえ。それはいいわ、知らねえわ。でもその人の呼び方知らねえわ。ジェリコさんの男性の方、これはまた別ですね、前回のとは関係なく。三人称の皆さんこんにちは。突然なのですが、私は今片思いしていて、毎日モヤモヤしたような心地で生きています。ジェリコ、そこで映画を100本見ているという鉄道さんにモヤモヤするためにおすすめの恋愛映画を教えていただきたいです。できれば洋画でお願いします、うん、タイタニック見てください。ユーガットメール。お、二人来たね。続いて俺は、スパイゲーム。お前それしかやん。、まあ、スパイゲームかキューブだろお前。みんな適当に言ってますからね、これね。僕タイタニックそんな好きじゃないです。あれ、大愛し片桐さん、男性の方。あれあれ、なんか聞いたことある、聞いたことあんな。これまあ普通のメールです、うん、今までが普通のメールじゃないみたいに、うん、今までのは軽いやつ。鉄丼さん、ぺちゃんこさん、こんばんは。鉄、突然ですが、うん、お三方は標準さんのことをどう思っておられますか？好きですか？私は好きです。以上です。あのね、うん、リアルタイムな話があるんだけど。お、何、どうした？もう言ったら昨日ですよ、うん、あいつなんか海外にこの前行ってて。行ってたね、うん、そうで、昨日が、昨日というか、うん、まあちょっと久しぶりに音声チャットで話して、うん、はい、うんうん、おかえりっつって、久しぶりだねっつってて、うん、で、あいつはどうやらゲームをしてたみたいなんだけど、うん、向こうから話を振ってきたんですよ。どういう風に？珍しいね。そう、だからやってるメタルギアの話とか、あー、うん、ペイさんどうだろうみたいな。そう、どうなのっつって、どこまで進んだみたいな。で、俺が、あ、俺あれでこうで、今こんな感じなんだよっつったら、うんうん、あいつ一切喋らず、キーボードの音だけすげえ音してんの、カタ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 っつって、うんうん、あいつ向こうから振ってきてんのに、うん、完全無視した。あいつね、あいつね、マジ面白かった。まあ、あのリーグオブレジェンドっていう、うん、LOL と言われるゲームやってたんだけど、うん、あいつね、結構その集中するとあれだよね、うん、回線がさ切れちゃうんだよね。そう、切れちゃう。で、普通になっちゃうから、うん、ペイさんとの会話は切れちゃったから、うん、多分向こうから振ってきたんだよ。そう、だからそのやりつつとりあえずペイさんに話を振ったんだけど、うん、ゲームの方でちょっと熱い戦いが始まったみたいな感じになったっぽくて、ちょっとバトルが始まっちゃって、全然喋んなくなって無視になっちゃった、うん、だから あの僕に関しては、うん、その標準ってやつとは、うん、金輪際はもう俺から
話すことはないっていうのを言っといた。なるほどね、うん、もうお前に話しかけることはないから、マジ面白かった。もう本当に元気でねって言っといた。キーボードはでね、それも言ってる最中に、いや本当ごめんてごめんてとか言ってんのに、あ今のすげえみたいな、すぐゲームの方行くの。何なんだろうあいつ、あの適当さやばくない？あいつすごいよ、うんうん、海外に行ってからね、適当さが増して帰ってきた、うん、増して帰ってきた。そうなんか、うん、こうじゃないと海外じゃ生きていけねえからみたいな、うん、なんかね、うん、ワンランク上の男みたいな。行ったってせいぜい1週間でしょ。そうだよ、うん、何にも変わってないけどね、1週間ずぶとく生きないと海外じゃやっていけないよ、うん、みたいなこと、海外のポリス、ポリスには立ち打ちできないからみたいなことです。知らねえ。ああそうです。だから俺はもう金輪際。あそうです、ね、なるほど、ね、昨日切りました。素晴らしいです。2人はん、あもう2人はいいのか。俺らは別にもう変わらないもんね、うん、まあ変わらず、うん、普通、普通、普通ではないけどね、あの人に会いたいするときは、うんうん、昔は、うん、言ってたらすごい敬語で、まあそうだね、そもそも、まあ、ここにもね、あの書いてある、うん、PS 標準さんとの出会い、標準さんが三人称の隠しキャラとなった経緯、うん、別に隠してはいないけどね、うん、表に出したくないだけで、経緯を拝聴したく思いますっていうのもあるけど、まあ、そもそもしあのコールオブデューティーっていう、そうだね、でずいぶん昔から上げてた、投稿者としては多分僕らよりも全然古いですから、最古さん、うん、声の感じからすげえ年上の人だと思ってて、最初はあのすごく敬語で使ってて、うん、どうやら、うん、でまあ仲良くなってって、うん、なんか年当ててみてみたいなことを急に言い出してさ、うん、あの人さ誰にでもタメ語じゃん。そうだったんだ。そうだね、そのあの頃はそうだった、うん、あの出会った当時はそう、うん、すげえラフに、まあ今でもその感じはちょっとあるけどね、うん、その感じはちょっとある、うん、で結構ラフに来るんだよね、うん、まあ今となって考えてみりゃ、うん、まあ本当にその辺何も考えずに来てたんだろうなっていうのが。そうだね、うん、バカ野郎だったんだよね。そうだね、バカ野郎だったんだと思う。だあの教育さんっていう人がいてさ、うん、まあ、教育さん結構上の方なんだけど、うん、そう、その教育さんと全くね、ため語で喋ってたから、そう、あ、だいたいそのぐらいの人なのかなと思ってたの、うん、そう、そしたらね、うん、なんか随分なんかあれ、どうやら年下だぞみたいな、うん、全然年下だぞみたいな、全然若いよ、そう、うん、クソガキだったね、うん、だからそっからそっからもう完全に俺は下に見てる、うん、でもなんか頭いいとかほざいてるけど、で、あれだよね、もともとは2人はそんな、そうなのよ、俺とて、まあ鉄道さんに関しては分かんないけど、ドンさんとそこまで多分最初は2人は関わってないんで、そう言われるとそうかもしれない。俺多分普通に話し出したの、うん、去年とかだもん。うん、多分ね2014年とかだから最近じゃ最近だと思うよ。そうか、なんかちょいちょい絡んではいたけど、うん、多分常に遊んでたのは俺が多いと思う。そう、格ゲーとか、うん、その辺でこいつが一緒にやってたりとかっていうのがあって、そう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 、で俺あんまり2人で喋ってるとか、うん、あの気まずかったもん多分ね、うん、今もだけど、あの遊んでたのはまあコールオブデューティーでプラベーで、うん、なんかあの砂タイマンとか、ね、なんかそういうので遊ぶときにまあ来てたくらいで、他は格ゲーかアーマードコアとか、多分その辺のやつか、あの辺からだから、俺多分標準さんと結構遊ぶようになったら多分アーマードコアとブレイブルーか、俺も標準さんとアラーム、ローエル、リーグオブレジェンドのアラームぐらいしか、やっぱり、うん、遊ばない。去年だよ、うん、全然仲良くないもん、彼と。ほんとはっきり言って、うん、別に、うん、普通の人だから他人俺に関してはもう昨日で他人も、うん、亡くなったから、あのどっかの地域に住んでる方、うん、です。だからドンさんぐらいでしょ、うん、仲いいの、ね、仲いいのドンさん。え、そんなよくないよ。よくはないでしょ、うん、だって別に全然知らないでしょ、うん、全然知らない。お互いのこと、まあ割と知ってるんだけどじゃあドンさん、うん、家来たねとか、あ俺と標準さんが一緒に川、うんうん、しかも、うん、鶴見川に落ちました、うんうん、どっち先に助けますか。両方助けない。あ、そういう両方助けない。鶴見川、でも助けたら1億もらえる。あ、ありがとうって、うん、
したらペイさんだろう。あそりゃそうだよ。そりゃそうだよ。なるほど、うん、何年の付き合いだと思ってんだよ。あいつなんてたかだか、うん、あじゃあ2、3日ちょっと待って、あおっとっと俺 と、 っとっ標準さんが、うん、じゃあその鶴見川はちょっと俺分かんないから、鶴見川はね、別所沼俺が分かんねえよそっち、うん、池、うん、で、うん、の中央で溺れてるとして、うん、どのな何メートル水深、水深何メートル、水深はね浅いんだけど、うん、泥がすごくて、あどんどん沈んでっちゃうの。なるほどなるほど、うん、怖いやつだそう、うん、の中心、中心どっち助ける、1億もらえるの、1億もらえるの、助けた方、政府から出る、それは、あ、うん、支給されるんだ、迷うね今の顔嘘嘘父さんそれまずいよ、父さんよくないよそういうの、そう格付けしちゃったでしょ今の君の中でて俺と標準さんで迷っちゃうと同じもう二人とも沈んでっちゃった 今、うん、すぐだったから、うん、まだ決めかねるわけよ、うんうん、だからじゃあこの雑談の最後にもう一回考えてもらって聞こうよ、うん、そうだね、ちょっとやっぱ考える時間、ちょっと考えさせてほしいな、あそう、うん、でも沈んでってるからねあんまり考える余裕ないってことだけ、うん、それだけは覚えといて、うん、決断するときはほんとすぐじゃないと、なるほどなるほど、結果二人とも失うからそうだねそうだねそうだね、失っちゃうね、それちゃんとして、そうだねちゃんとして、まあ、今は考えてみる、うん、ちょっと考えてちょっと考えてみる、うんうん、あーちょっとお名前メリーさん、はい、女性の方、よいしょ、こんにちは、第87回雑談で、うん、メールを読んでいただいたものの娘です。お、うん、お母様、ちなみに私は現在高校3年生の受験です、うん、生です、お母様じゃない、いやだから前回はお母さんの、お母さんが前回は送ってきてくれた、でその内容は、うん、娘が男性器の名前の別の呼び方を、ああっていうのを送ってく、うん、来てくれたの、うん、でその時はそのメールは メモリーってなってたから過去の話だったんだね、うん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 、でこういうことがあって恥ずかしかったですっていう、うん、あでもう今高校3年生になられたの、その子は高校3年生で、うんうん、じゃあ本物のもうあれかな、あれも知ったってことかしら、まあそうでしょうね、私は現在高校3年生の受験生ですと、うん、今朝母が、今朝っていうのは多分その読まれた時だよね、うんうんうん、ついに雑談でメールを読んでもらったと危機として話していたので気になって見てみたところ、うん、私の過去話が暴露されておりました出しにされたってことだもんね今でもその時のことはぼんやりと覚えており、うん、小学校3年生の頃だね、うん、覚えてると聞いていてとても恥ずかしかったです、うん、三人称さんにもこのような忘れたくても忘れられないような恥ずかしい思い出ありますか、うん、ということで、いっぱいありますよね、まあいっぱいありますよ、いっぱいありますよ、そういうの恥ずかしくて、恥ずかしくて忘れたいか、中学生の時に好きだった女の子が家の近くに住んでたんだけど、うん、俺一人で自転車で帰ってて、うん、でまあその時に曲を口ずさんでたわけですよ、うん、結構な感じでね、うんうん、そしたら角を曲がった瞬間にその子がいて、うん、全部ラルクアンシエルのハニーのサビを、うん、サビの後のベースのソロがあるんだけど、うんうんうん、そこさえも俺やってたのね、うん、そこのやつを聞かれて苦笑いされたっていう思い出は今でも鮮明に覚えてます。それで思い出しちゃったけど、俺も高校の帰りに自転車乗りながらもう歌いながら帰ってたんだね、すごい盛大に。で翌朝野球部のそんなに別に仲良くない人が、お前昨日自転車に乗りながら踊ってただろうって言われてもうリズム超手も入れてたっぽいんだよねこれあんま気づかなかったんだけど、だから俺は、うん、あ違う、あれはセリフの練習っつって、うんまあ、その頃演劇部だったんで僕、あ、そうやってごまかしたけどどちらにしろ恥ずかしいっていう、ね、なるほどね、
思い出しちゃった。俺ももうほとんど似たようなもんで、うん、帰りだね、家に帰ってる時に、うん、家に帰る時に、うん、近道として、まあ、ちょっとすんげえ細い道があんの、うん、でそこを結構みんな通るのよ、うん、うちの家族はそこ通って、で細くて、で人気もいないから、うん、結構そこで歌ったりしてるんだけど、俺なんか知んないけどその時ラップラップをやってた。あのね、あ、何を聞いてたかは忘れた。ラッパーになってたんだ。ラッパーになってたのね。ラッパーだってなんかすごいテンション高くなってきちゃって、手もこうやってやってたし、ね、最後の決めポーズのドーンみたいなあるじゃん。ラップのアイーンの、そう、アイーンをちょっとかっこいい目にやるやつ、ね、なんかちょっと揺れちゃうかもしれない。揺れちゃうかもしれないやつ。そこの決めポーズまでやった上で。うん、ドーンやったら後ろからセイジって言われて、うん、後ろにお母さん立ってて、あ、うん、でもお母さんならまあ、そう、お母さん立ってて、まあ、今帰りみたいな何、まあ、だろうね。でも自転車乗ってるとさ、みんな歌いたくなるよね、うん、でそういう人もよく見ない、うんうん、いるいるいる。で近くに行くとすげえ音量がちっちゃくなるみたいなさ、うん、なるなる。全然ごまかせてないよみたいなね。なん、やっぱ開放的になるんだろうね。そうだろうね。風を感じて、ね、チャリはあるね。でも確かに、うん、あれで俺一度誰かが歌ってて、うん、米米かなんか歌ってて、うん、音量が下がったから、うん、俺がついでにその後から歌ってあげたことある。優しさやだな優しさどうなるかなと思ったけど、どうもなんなかった、うん、あ、なんなかった、うん、返してくれっかなと思ったんだけどさくれなかったね。そりゃくれねえわ。あ、面白かった。まいや、で結構あれだね。じゃあみんな歌に関して自転車だね。まあそう ね、 そうだね。自転車ってなんだかんだ一人の空間だって錯覚しがちだよね、うん、そんなことないんだけど、うん、なんなんだろうね。かなりフリースペースだからね、まあ、しかも進んでるし基本そうそう、みんなだからあんまり ね、 ね、うん、なんか風景変わるから、うんうん、そういうのあるよね。ああ、そうですか。まあエロいことだったらいっぱいあるけどね。恥ずかしいエロいこと、うん、まあもう多分結構話してきてるから、お前のエロ話はもう、うんうん、話さないけど、うん、俺の恥ずかしめた話はそうだ、ね、いっぱいありますが、じゃ あ、うん、最後ぐらいかな。そうだね。ミータス K さん、女性の方、はい、よいしょ。三人称の皆さんこんにちは。毎日三人称の動画を見ています。はい。マイクラ雑談などなど何度も見て楽しませていただいているのですが、ありがとうございます、最近話し方がドンさんに似てきてると言われました。あら。私は影響されやすく、好きになると仕草や話し方がその人のキャラクターに似てしまうらしいのです。そこで質問なのですが、はい、三人称の皆さん影響されて変わったことはありますか。 PS、 ペイさんとテッドさんの声の区別がつかない時があるのですが、お互いに影響されたりしてるのでしょうかっていうような、要は影響されてるかどうかっていうことね。うん、影響されてるっていうので、ね、似たようなのがちょっと届いてて、影響されてるずっと誰に影響されたの、あー、どれだろうな。なりかずさん、男性の方。この方は、ドンさんに謝ってもらいたいことがあると。それはよく動画中にドンさんが、よいしょーや、そうですなど声出して言ってるのを何度も聞いてしまったため、常日頃からその声を出してしまい、友人からは少し冷たい視線を感じている。どうすればいいですかとか。あやさん、女性の方は、それと伊藤さんの引き笑いは私生活にも影響を及ぼして大変困りものです。どうするかとか、そういうのが届いてますね。影響されるされちゃって困っちゃうとか。なるほど。お互いに影響されてんですかとか。お互いに、僕らの中で。俺もね、あの結構さ、鉄塔さんと声が似てるって、うん、最初区別がつかなかった言う人多いね。そんなことねえよって思ってたんだけど、うん、僕の夏休みで、うんうんうん、編集してる最中に、うん、あれ、これ俺が喋ったのかな、鉄塔さんが喋ったのかなっていうのが、え、ね、お前が本当に、そう、なんだろう、ね、が一回あったの。あら、こういう普通に喋ってる時はいいんだけど、うんうん、なんかね、声を張った時とか、その瞬間の音がちょっと似てる時がある。なるほど。どうなんだろう、分からないな。何今の？なんかした？え？うん、いや、なんかハンカチの先でひげ描いてた。うん、こんな
ことってあるの？あるだろ別に、まあ、今あったんだからあるんだろうね。だって影響はさ、でも消えかく、もういいよその話は。影響はでもね、多分ね、お互いされ合ってるとは思うんだよね。それが正常だと思うんだよね、うん、まあね、うん、だから、うん、多分一番最初に出会った時、うん、とは俺も違うだろうし、あー、それは違うかもしれないね、感覚で、まあね、その似たような空気を作っていかなきゃいけないわけだから、うん、なんか何かしらいろいろ影響は受けてるんじゃないのかなとは思うけどね、うん、これこれってのは分かんないね。そうだね、うん、ちょっとそんなにね、うん、別に真似したくて真似てるわけでもないし、うん、できれば嫌なわけだしね。そうだね、そうだね、まあでも似ちゃってるっていうのはあるだろうけど、うん、こっちからじゃ分かんないから、ね、いや分かんないからね、何かね。でも俺は結構影響を受けるタイプですよ。あ、そうなんだ。そのすぐ影響を受ける。あ、俺もめちゃめちゃすぐ影響を受ける。俺も、うん、小さい頃からそう。俺も分かったよ、まあ、コマンドとか超影響受ける。コマンドに影響を受けてどうなんだ。コマンドとかダイハードとか、うん、ジャッキーチェンとか、もうあっち系でね、アクションとかガンアクション系は、あとタートルズもだわ。知らん。もうなんかアクション関係アクション一般、うん、影響を受けるとどうなっちゃうの、うん、アクションするの。するよアクション。俺すごいしてたもん小さい頃とか。あ、割とでかい状態でもやってた。わかるかもしんないな、そういうのは。なんかあるね、映画見た後に。そう、そういう風な空気になってるから、うん、なんか歩き方もちょっと違うとか。そう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 。危ないデカ見て、あの鉄砲の持ち方。そう、あの階段、うん、階段ね、階段の降り方とかね、うん、それは、うん、それはあるね。ターミネーター見て、傘でショットガンのリロードの仕方みたいな。そう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 、回して、うん、あのダイハードでさ、うん、ガラスまみれの地面を歩くシーンとかあったでしょ、うん、あれの真似したりとか。あ影響、まあ、影響は影響かな。なんかでもそういうなんだろうな、うん、なんつったらいいのかな、そういうの、ちょっとミーハーなところあるかも。あ、うん、あ、うん、まあまあいいことだと思うけどね。割と影響受けやすい、うん、悪くはないと思うけどかな。まあ、まあだから皆さんもね、うん、僕らに影響を受けてもらって全然構わないよ。いやー、そうですね、一向に構わないですね、いうことですね。今のメールだと俺に影響を受けた人は一人もいなかったね。ね、ちょっと待って、落ち着いて一回見直してみるけど。あ、でもいるんじゃない。じゃあでもね、あ、いや、なんでもない。え、あ、あ、うん、成和さんにはの PS では、うん、鉄塔さんが一番好きです。鉄塔さんのマイクラのスキンの作り方を教えてください。PS の PS の PS ペイさんに何も触れなくてごめんなさいって書いてあるね。一番辛いやつ男、うん、男、うん、男。ああ、じゃあ別にいいわ。うん、いいんだ。なんて名前？成和さん。あ、覚えたね。うん、覚えた。まあ別にペイさんからは別に影響は受けるとかじゃないんだね。だからそういうのじゃないけど、うん、まあ顔がいいらしいから。あ、そうだね、うん。顔がいいらしいからね。どういうの？なんか女の子がすごいみたいで。うん、モテててくださいこれから。でもさ、うん、セックスできねえじゃん。おっと？俺それはお前のあれだよ、お前次第で。別にやろうと思えばできんじゃないの。お前がこう前に出てけばもっと、うん、できる。セックスできるよ。でもそしたら抹消されるよね。うん、そうだね、抹消はされるかと。そういうキャラでいけばいいじゃん、うん、俺はお前がセックスモンスターだっていうキャラでいけばいいじゃん。超かっこいいじゃんセクモンお前セクモンになれよ、うん、セクモンとしてはぁ、生きていけば何それ。セクモン全然いいわけだ、うん、セックスモンスター、ね、三人称のセクモン、うん、三人称のセックスモンスターが現れた。そうだね、うん、うん、あ、セックスといえばあれじゃない。え、なんか前回か前々回か、うん、ペイさんがセックスセックス言うから、うん、セックスって言うのが、あ、いたね、いたね、うん、あペイさんだけじゃねえけどな、あれな。まあそうだな、うん、うんうん、そうですか。まあいいか、うん、何がいいかなの。影響を及ぼさないぐらいがちょうどいいんじゃない。あ、そういうあれなの。え、鉄塔さんに何影響されてんだっけ。なんだかんだ今なんかそっち側の人間っぽく言ってたけど、引き笑いとかは結構言われるね。でも、あ、引き笑いになっちゃうとかは言われる。
き笑いね。普通の笑い方からさ、引き笑いになるの？なる。俺ね、前違ったんだけど、大学の時に先輩がめっちゃ引き笑いしてて、別に仲良くは全然なかったんだけど、それがね、その引き笑いがあまりにもうるさくて面白くてケラケラ笑ってたら、気がついたら引き笑いになってた。あれ？だからね、笑い方って変わるの。変わるんだ、うん、マジで。でも俺全然影響されないけど。てか、なんかあんまり意識したことがない、自分の笑い方。そうだね、俺も人から言われるようになって、うん、そう、そうマイクラで、ようやくだわ、あーでもそうかも、うん、カカカカ言ってんの誰だって言われて、カッカッカッカ言うよね、筋肉マンみてえだもんね、なんかね、俺だと思って、カッカッカッカ言うんだよ、一時期。俺説が出たけど。そう、やめてくれよ、俺なんだよね、大体俺なんだよね。そうだね、あるね。だからなんか知んないけど、笑いを我慢しようとするんだよね。そうだね、面白いのに。で、そうするとああなるの、カッカッカッカ、カッ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 カになっちゃうの。あとさ、そのまあちょっとその独特なものといえばさ、ドンさんのくしゃみの後にさ、へっって言うじゃん。言うね。あれ、あの最後のあれはね、狙ってるんだ。あのワンクッションなんの？分からないよ俺は。くしゃみしてみて今。無理だよ。なんかさ、ディッってなったから、ディッってなるじゃん。あの最後のちょっとした何なんだろう、ちょっとしたジャンプ的なさ。あれは、あれがワンセットなの？ワンセットでしょ。お前のくしゃみ、俺のくしゃみ。でも意識してないってことはそういうことだもんね。もう無意識だよ完全に。何か止めてるのかな、体の中で。なんかへっみたいになるよね。もう多分普通に止めて最後のあれがなしでって、あれ多分もう俺違和感しかないんじゃないかな。滑ってっちゃうわけでしょ、くしゃみがどん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 。そうそうちゃんと止めないと。そう、ちゃんと止めていかないと。あれもワンセットなんだね。そうなんだと思うよ、もうそれも無意識癖だよね多分ね。たまに豚になるしね。そうだね、たまに豚になるね。まあそれはね、あれなんでなるんだろうね。俺もたまになる。最近恋にやるけど、でも一回なん、いつのタイミングわかんないけど、普通に出ちゃったのが恥ずかしかったのか、その流れで声に出してますみたいな感じになったのを見た。それいつだろうな。やめい。その時か。あ、訪れてるんだ。なんかってなってってなったから、多分それが結構リアルになって、やめい。その後にあれ、なんかわざとね、そうやり出した、わざと豚をいっぱい出してきたわけ。そう、あ、それは恥ずかしいね。それね、ジョイジョイになってるのは見たことはあります。なるほど、恥ずかしい恥ずかしい。まあそんなところですかね。50分、はい、結構やったね。はい、じゃあ最後にどっち今、あ、私先生肩まで、僕と標準さんが今別所沼で、もうほとんど、そう、鼻の下まで。あー、だいぶだね。もう結構なもんですよ。手は出てる？手はもうちょっと、あー、ちょっとだけ出てるの、ちょっと指先だけ。あー、指先3本ぐらいでブルブルブルってやってる。あー、なるほど。助けてーっつ、あれだね、すごくアメリカの女性がやるような手の振り方みたいなね、なってる、2人とも。じゃあそこで終わらしましょうか。さあ、じゃあどっちを助けてくれるんでしょうか。やっぱりね、標準さんかなやっぱ最近すげえ一緒にゲームしてるからね。まあロールよくあるしな、仲いいな、あれは。だって毎日のように一緒にゲームしてるからね。やっぱりどう考えても標準さんだな。今鉄塔さんは沼に。俺も今そこだよ、沼の。嘘、そこは俺じゃない？そうかな。だって、いや、それはだってもうドンさんの今格付けですから。あ、そう。ドンさんの中ではじゃあ別に俺はもう信じてもいいんだ。そうだね。どっちかしか助けれなかった。どっちかしか助けれない。1億もらえる。あ、そうですか。標準さんが今助かりました。そうだね。じゃあ僕がこれから沼の底の人物として死んでくれ。さあ、というわけで、ちょっと待ってよ、今回のなんかこの何この感じで終わるの？雑談放送。
無事終了ということで、はい、俺ずっと沼田様から見てるから、はい、名前を呼んでるからな、お前の死んでくれまた来週もお会いしましょう。それではさよなら。さよなら。